ってんの、これ。ピンクおじさん出なくていいの？リュウシャさん。真面目なやつ。真面目なやつ。はい、昨日はベスト3でね、はい、発表しました。今日はベスト2ということで。はい、竹島さん、2022竹島さん、ベスト2! 息子ちゃんが、はい、4月に、はい、幼稚園に年少さんに入りまして、かわいいですね。かわいいよ、もう服とカバンが歩いてるからでもね、うちの子3月24日生まれなんですよ。あ、そうなんですね。なんで3歳になった途端に幼稚園生みたいな感じだからなんかワンサイズちっちゃくてでね、幼稚園のとこにこう小鳥ちゃんがいっぱい並ぶともう超かわいいよ。あ、かわいいですよね。たまらんと思って。でそんな子が、はい、この間、発表会、はい、でもううちの子なんて全然ダメだと思ってたの、ちょっと、うんうん、なんだろう、幼いし、うん、なんか一人赤ちゃん感があって、うん、で言葉もなんかまだ赤ちゃん言葉だし、うん、と思ってたら結構意外と踊れてるわけですよ。素晴らしいな、成長するな、うん、なんかね、こう親の喜びというか、でもそのままでいてほしいという複雑なそんなのが第2位でございました。はい、はい、法人第2位、はい、あれですよ、いつもの、はい、御用聞きとか、はい、まぜこぜの御用聞きが、うん、やっぱりすごく伸びて、はい、たくさんのお仕事をいただいたりとか、うん、あと何より今年バズったのは、はい、書きこな、あ、そうですね、 SDGs かける地域かける利用者さんのお仕事給料みたいなところで、はい、ものすごくマッチしたんですよね。はい、カキ殻、なら、カキって食べるカキ、はい、あ、変なやつ、海鮮、海鮮の方のね、貝殻のカキが、あれ居酒屋さんとかって全部ゴミになっちゃうんですよ。でそれをタダでいただいてくる、そうすると廃棄がかかんないですよね、はい、お金、これ店としてはそれがいい、うん、で、我々もらってきたものを、まあ利用者さんが、生活介護の利用者さんがそれを一生懸命砕いて粉にします、はい、でこれを千葉県じゃ超有名なあの房の駅さん、うん、株式会社山津さんの房の駅さんに砕いた粉をその袋にパッケージングして持っていくんですけど、うん、これ何になるかというと畑の肥料になるんですよ、はい、この不要物が肥料になっていくっていう、うん、もうまさしく循環ね。なんでこれがですね、8月の段階で売上が150円だったんですけど、なんと房の駅で下ろすようになってから1万円超えてきて、はい、ね、すごいですよね。すごいです。はい、まあそんな生活介護の皆さんがやっていることとかが本当に、何かこう社会のお役に立つ御用聞きもそうだし、うん、そういう書き粉もね、循環に乗せられるとかって本当にこう一個一個に価値が生まれている、こうグラデーション、支援する側、支え、支援する側、される側に境のない、うん、なんかそんな、世界観がより加速したなというところで第2位に選ばせていただきました、はい、さあ、風間さん、はい、明日でお仕事終わりですね。はい、なんかやるのなんかお休みはなんかやるの、どっか行くの、どこ、旦那の実家に行きます。あ、旦那さんの実家にね、はい、実家近いの、茨城です。あ、茨城なんだ、はい、あ、なんかすごそうだね、田舎の正月って。そば打ちします。へえー、そうですか、はい、まあ、あと、もう一日、ね、はい、ありますから頑張って最後、はい、笑顔で終わりたいと思います、はい、皆さん明日は第1位でございます。お楽しみに。さよなら。